ろそろ夏も終わりやね。ザネさんはこの時期何にしようか悩んではったけど、僕の好きなフルーツに決めはったよ。やったー。用意するものは60センチの水引き6本、少し大きめを作るときは90センチそのまま使ってね。90センチ緑の水引き3本、ワイヤー、フラワーテープ、あと目打ちハサミ、ラジオペンチです。よろしくお願いします。こんにちは。パイナップルは切った中身が黄色いんですが、不思議なことにこれもパイナップルに見えますよね。ですので今日の水引きは黄色でも茶色でもいいと思います。まず練習をします。まず青の水引きを置いて、その上に赤の水引きを置きました。逆でも大丈夫なので、赤を置いてその上に青を置いても OK です。そしてこの黒の四つ手のあわび結び、このこっちの水引きをこの図の上側に通します。もう一度言います。赤を上、青を下という言い方をしていきます。青は下ですからその下を通します。赤は上ですからその上を通します。その次も青は下ですからその下を通して、赤は上ですからその上を通します。今度こちら側の水引きです。赤が上ですから上から入ります。青は下ですからその下を通します。赤上ですからその上を通して、青は下ですからその下を通ります。そしてそれぞれ引っ張ってしっかり組み合わせていきます。はい、中央は六角形になっています。まず赤の対面にも四つ手のあわび結びを結びます。そして青の対面に四つ手のあわび結びです。はい、最後黒の対面に四つ手のあわび結びです。今これは分かりやすいように水引きをしごいていませんので、やりやすいのですが、本番はしごいてからやりますのでちょっとややこしくなります。はい、こんな感じになります。60センチの水引きを6本用意して、そのうちの2本で四つ手のあわび結びをします。
四つ手のアワビ結びはちょっとずらせます。中央よりも2センチぐらい左に輪を作ります。右側が上に交差です。そして下側の手に長さをだいたい合わせて、もう一本を後ろに置いて、四つ手のアワビ結びです。アワビの大きさは1センチぐらいです。そして片側が先で4センチほど違ってきます。今ですと上側が4センチほど長くなっています。そしてこの長い方同士を組み合わせていきます。こちらとこちらを置いておいて、この四つ手のアワビを通していきました。ですので、交差しているところは、下、上、下、上となっています。そしてこちら側が、上、下、上、下となっています。はい、しっかり組み合わせたところです。それぞれ今度は対面、こちらとこちら、こちらとこちらと、そしてこちらとこちらでアワビ結びをしていきます。はい、こんなお花みたいな形に出来上がります。そして中央の六角形のところはだいたい1センチぐらいの大きさにしておきます。2段目は隣同士の手と手でアワビ結びをしていきます。また6つアワビ結びが並びます。次3段目はアワビの大きさ 1.1 センチぐらいです。4段目アワビの大きさ 1.2 センチで、そして5段目アワビの大きさ 1.3 センチ、これが一番大きいです。その後、少しずつ小さくしながら全部で9段編んでいきます。9段目は一番小さく編みます。はい、全部で9段編めました。そうしましたら、水引きこの12本を、全部この六角形のところに内側から通します。先を全部出せたら、この立体のところを、だいたい半分ぐらいまで折ってしまいます。そして内側、この12本出ているところの内側ですね、これをちょっとある程度きれいに
並べて整えます。ここが、底になるところですから、長さもだいたい一緒になるように調節してください。ワイヤーで根元を巻き止めします。そしてワイヤーから5ミリぐらいのところを切り落とします。そしてこの先を押し戻します。ネットで見かけたパイナップルのイラスト、丸っこいパイナップルのイラストがとっても可愛かったので、今回9段にしましたが、もうちょっとリアルな、もう少し長細いパイナップルを作る場合は11段とか12段にしてもいいと思います。その場合は水引きを60センチではなく、もう90センチそのまま使った方がいいと思います。葉っぱを作ります。90センチの緑の水引きを3本用意します。いろんな種類の方がトロピカルな雰囲気がしておすすめです。そのうちの1本を4等分して、それを半分に切ります。それぞれ半分に折ります。今回も左側を前に重ねるやり方でやります。編み方は彼岸花と一緒ですので、またリンクを貼っておきます。右端を隣の水引きの前、左端を隣の水引きの後ろを通って、また隣の水引きの前を通ります。右端の水引きを隣の水引きの前、左端の水引きを隣の水引きの後ろを通って、その隣の前、これを繰り返していきます。ワイヤーで留めます。全部で12本作れたら、3本ずつまとめてワイヤーしていきます。フラワーテープを巻きます。
はい、そしてこの六角形のところに差し込みます。で、これだいたいちょうどはまるようになってますので、下に向けても落ちません。ただもっとしっかりつけたいなっていう方は木工用ボンドで接着しておいてください。お尻側はこんな感じですね。パイナップル完成です。